Yeah, welcome back to Let's Play Chrono Cross. We got to the Sea of Eden and there's Chronopolis. Chronopolis, I should say. And find out what's next. Yeah, Chronopolis. 神の庭の中にあったその時空要塞ってところに何があるのか発見してみましょうか。だが逃げる。で、こっからの話はクロノクロスの話、核心に迫っていきます。で、ものすごく難しいんで、で俺も全部把握してるわけじゃないので、まあ、ゆっくりやっていこうと思います。あ、もともとこのエルニード海には何もなかった。エルニード海はフェイトによって作られた人工の島々だ。フェイトってやつに作られたということか。ほう、1万年前のただ青い海が広がるエルニード海よ。自然の恵み豊かな多島を海にするための改造計画。急にあれだね、来たね、このエルニード海のいきなりだな。なんかドリの島全部作られたと。エレメントもそのフェイトってやつに作られたんだな。人を監視し導くべく記憶端末装置運命の書、あのセーブポイントだね。フェイトによって未来に関する記憶を消された研究所員たちはセンターの外へ出て戦略で暮らし始めた。そしてフェイト運命の楽園はここに完成した。ここで作られたんだ全部の島が。1万年以上の長きにあたりフェイトはずっとベルヌードの人間たちを、研究所の職員の子孫たちを見守り導いてきた。何の問題も起こらなかった。今から14年前の嵐のように一人の子供が炎と接触してしまうのだ。一人の子供ね、それはすべて人工に作られたんだけどね。この島が、島々で全部フェイトってやつに管理をされてたってことか。いきなりあれだね、なんかもう。いいけどさ。そして14年前、嵐の夜、そこから変わったところだ、これかね。はい、解除しました。はい、男の子がやけに派手な女の子。なるほどね。つまりはこのエルニードの世界ね、辺境の世界はそのフェイトってやつによって管理されていたってことかね。さてと、まあ、いきなりとんでもない話をなんか突きつけられた感じがするけどね。じゃあもうちょっと見ていきましょうか。So this El NidoWas created by fate. Everything he created. ディアの記憶は音楽でもある。炎。生命は永遠の奥の中で夢を見てるんだなとか。いてついた炎の話かな、これは。で、それによって、あれだね、あそこの話に通じるね。猿が、言ってしまってもいいよな。猿が炎に触れたことによって人に変わってしまった。ちょっと関係があるんじゃないかい。ラボス、6500万年前にこの星に飛来したと思われる地球外生命体。歴史改変前の時間軸では壊滅の日まで地球近くで眠り続けてたと推定される。ジールと接触し、これはクロノタイガーの話だね。1999年に嵐に破滅に導いたとされる。この歴史は滅びく星の未来を見た少年たちまでに黒の丸ルッカたちだね。
ます。なんだ。明るい未来の方で作られた要塞みたいなもんかね、ここは。じゃあ次のラボさんで与えることは不可能だよ、ね、ここはなんだい、人と恐竜人、爬虫類から進化した恐竜人が猿から進化した人の先祖より先に、うん、そうだね、恐竜たちが先にいたってことだべ。原始時代にすでに恐竜人が高度な建築技術を持っていたと示している。そうだね、恐竜人の城とかね、ティラン城だっけ、クロノトリガー。こっから本当にもうクロノトリガーの話ともどんどん繋がっていくんだね、なんか。だかもしかしたらクロ、うん、見てない人はもう本当分からない。分かりにくいかもしれない。そうだね。恐竜人は歴史の舞台から姿を消してしまう。しかし、遠い過去において人が進化の競争に敗れ、恐竜人がそのまま発展の道をたどった。そうした時間線が別次元において存在する可能性も否定しきれない。パラレルワールドってことだね。だから逆のパターンもあり得たってことだよね。クロノトリガーは人類が勝って、人が勝って恐竜人に倒してしまったけど、その逆もあり得るってことだね。恐竜人が人に勝って、でそれで逆にその人間が人が滅びてしまったっていう。こともあり得るってことだね。3階か、こっち行ってないよね、確か。これちなみに、あれ全部敵ですから。さあ、でここは実験室っぽいね。あれ？この分解。ああ、脳のあれか。実験みたいな。記憶の、ちょっと見にくいね、違う。記憶の使い方、インプットはそんなに難しいことではない。それどころか、個人の思考を感情したら痺れとかなんだ。入れ物の肉体はクローニングの再生が可能だし、これも死ぬ可能性があるんだ。ちょっと待って、もう一回。結構ここも重要なラインじゃないかな。個人の思考を感じたらシミュレート可能だ。脳内を駆け巡る電気信号に過ぎないんだから。入れ物の肉体はクローニングにより再生産可能だし、収まるべき心もシミュレート可能というんだ。じゃあそんなしなくて言ってしまっていいんだろうか。バリエーションとしての個の消滅あるんだろうかね。シムないところに性はあるんだろうか。つまり人のなんだ記憶とか肉体とか全部心も変えるってことかい、何かの力によって。神経伝達物質を利用して人の感情を支配してる。人の感情を支配する。脳なら神経伝達物質をコントロールすることで人格感情さえも支配可能になる。フェイトは運命の書を通じ直接人の脳に働きかける。取るべく高度の暗示を刷り込むだけではなく、その性格や感情までも支配しているのだ。全部フェイトによって支配されたっていうことは、人間のその動きとかも何をするかってことは。この星の生命は単細胞生物から原始生命体、やがては人へ。高等哺乳類にしかない大脳新皮質、そして類人猿から家族なりに巨大化した人の脳。人の脳の異常発達はラボスによる生命汚染が原因なのか。この星で異質な生命である人、宇宙に飛来したラボスに接触することによって進化を急激に促進させられた突然変異体。ラボスに触れたか、あそこだね。セレズが山の奥からセレズに戻るときに、なんだろう、そこの話にできたね。ちょっとセースとアンバランスが違うタンパ、斜め的にバラバラで矛盾を抱えた存在、未完成な種、アイトニクシ、自己矛盾。星の視点から見れば人は世界の破壊者、呪われたものでさえあるのかもしれない。なるほど、つまりは
端なんだろうね、人間の方が。恐竜人の方が、あああれはね、あれはいらないエレメントだった気がする。あそこに入ってる宝箱、インフェルノだったかな、インフェルノか虹色の貝ならどっちからと思うけど、どうせしても別にいらん。しかもさっきの敵はね、なかなかね手強いんで、手強いっていうかしぶといんでね、かなり時間はかけたくないっすね。さーてと、なるべくゆっくり行きたいね。ちょっとね、すごい情報がいっぱい入ってくるんで、もね、お兄さんたちに。なるほど、調停者以外入れないってわけかい。はいはい、ちょっと他の部屋行ってみようか。だ、恐竜人たちの方がもともとそのこの星の住民なんて言ったら、もともとのさ、なんていうか正確な住民というか。はい、集まりました。さて、獣医石の科学者ルッカによりその可能性が示されていた極小ブラックホールを利用しての時の卵クロノトリガー実現可能かどうか、未だ議論の末となっており、結論は出ていない。そういう研究も知ったんだね、ルッカは。時の卵を作れるかってことだ。彼女の理論によれば、超重力の一点を実現させることにより、時空を吸い寄せ、全てを飲み込む得意点をリンク上に変形させることが可能となる。これを次元転移のためのゲートとして利用すれば、異なる時空との行き方可能となるさ。そうやってあれだね、クロノトリガーで死の山の頂で時の卵を使って移動したもんね、時空を超えて。ありもしない古代文明に期待してもしょうがないじゃないか。我々の手で作り出せばいい。過去の時の卵を使って時間の経験が行われたと。さあ伝説に過ぎ、古代王朝時代の存在したことに、まあ言ったけどね。異常な重力盤を発見されてから人口を増援し、コルノポリスを設立し、極秘に研究を行ってきた。それはもうすぐ終わる。我々の挑戦が進めば実験は開始される。もう一人にする時間、相対的に主観的時間。意思を持って主観的に流れる時間。どうなんだろうね。おっと、はいはい、位相転移、地上世紀の機関として極秘裏に設立された、軍事研究センターですが、時間について研究しています。失われた古代魔法部分地本当に存在したのだ。そこからこの時代、時を超えて本当に存在したのだ。こそからこの時代、時を超えてきた人間がいるかもしれない。魔法王国ジールの時代から来た人がいるかもしれない。さてちょっと行こうか。あ、つまりクロノトリガーが終わってから、まあ、ルッカはその時の卵クロノトリガーを作る研究をしていたんだろうね、ずっとね。ちょっと解いてくれよ。ちょっと話しかけたいんだ、この人。あ、ちょっと待って。海を見てくる。あ、ドックにいる。ドックにいるね。なんかちょっとドックに行きましょうか。で、その時空を超える物体を、あ、作った。当たっちまった。まあいいや。やりましょうじゃあ。なんか落ち着くんだよ。このクロノポリスもすごいなんかその、この空気なんかこの音楽流れてすっげえ落ち着くんだよ。あ、落ち込まれたからこっち。ほらー、セル強えな、半端ねえ。ほいほい、パッパラーン、パラパパン。あ、もう12時か。夜中の時にどうしようかな。1時ぐらいまでやっちゃおうかな。さあさあ。